インターセプト入った。これをね、そしてチャンスになるセンタリング上げる。出てきた。シュートチャンス。入った。日本入れました。ついに入れました。日本。中山先制点入れました。カズですか。三浦和義入れました。残り4分を切りました。日本1点リードされています。シュートを打った。ロングシュート決まった。井原のシュート、素晴らしいシュートでしたね。これは後半41分、井原が決めた。2対2の同点、日本同点に追いつきました。長谷川、こぼれたところ狙った黒崎、決まった。そうですね、日本先制、ね、黒崎。そうですね、黒崎お腹で落とす、後ろに戻した、右足シュート、決まった。山口のシュート決まった。日本2対1勝ち越し。原監督ガッツポーズ。山口飛びつきます。日本にとってはホーム国立競技場、みんなの後押し。昨年のアメリカワールドカップでも素晴らしいシュートをですね。チャンスですよ。チャンス日本だ。さあ山口、チャンスだ。右足でやっと打てないか。いや、うまい。よーし、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 国立競技場は燃えた。後半の20分、すごい、素晴らしいシュート。日本1点リード。数千本、数万本の旗が揺れています、東京国立競技場。相馬へ、いいボールが来た。相馬が折り返す、シュート。ー日本2点目。素晴らしい。日本2対0。目に描いたような日本の追加点。1点入ったら終わりですからね。ヘディングシュート。ー日本勝ち越し。決めたのはジョー。頭に対応する反応が早い。日本チャンス、相馬シュート。あーっと入らない。中田シュート、決まった。日本、中山押し込んだが同点。いやー、今の波状攻撃は迫力ありましたよ。日本が同点でした。チェ・ヨンスから中に入れてくる。後ろにこぼれてミドルシュートが来る。あーっと、日本1点を失いました。まだ中山のシュートはない。後半から中山が入っています。そうですね、スペース出しました。柳沢揃ってますよ。中日本は4人が突進する。遠いところ、ヘディングシュート。ゴール、ハットリー。ハットリの代表初ゴールが決まりました。いよいよ、さあ長い、自分で、自分で、さあチャンスだ。長い、自分で行くか、かわす、かわす、このボールはどうだ。入ったか、入った、入った、日本ゴール。長い雄一郎やりました。大久保パーフ出し、小笠原、大久保、大久保、大久保、上、どっち。まさか大久保2枚目。大久保のシミュレーションという判定でイエローカード、そしてレッドカード。日本は小笠原のこの右足に託します。こぼれ球で、さあ頑張れ、こぼれ球で行くわ。長澤、日本、中澤のナイスゴール、ナイスゴール。いやー、気持ちいい。1点を取った。やはりこの人の高さが生きました。そして何より、あ、分かっているか。遠藤はまず相手の重心を動かしてからけるタイプですが、また今日もやりました。これも完璧にキーパーを引き出しました遠藤。
本にとっても大事なキッカー羽生止めた。韓国3位決定、日本敗れて4位。リスタート、おっ早く始めましたよ。そうですね、集中してここ狙ってるのは山下だ。よっしゃ、素晴らしい、よし追いついた、いいシュートだ。よー決めましたね、日本敗れました。守備重視のサッカーになるんですけどね。中澤にこのブーイング、中澤にというよりも3位の日本に対するブーイングでしょうか。そうでしょうね。そうですね、パクストンには絶対負けたくなかったですし、まあ、チームでも本当に勝ちたかったんですけど、1点取られてみんな前がかりになって、やっぱり最後カウンターでやられた感じです。まあ、この悔しさを胸に、この敗戦だったというふうに振り返っています。パクチョンシュート打った、西川止めた、振り切ってさあ巻いていた、松井フリーだ、あーっとトラップ流れた、ハンドか、ハンドは取りませんでした。松井が今ビッグチャンス、そしてハンドは取ってもらえませんでした。川島の左ですね。どうだ、止めた、川島2人連続ゴールですね、これは間違いなく決めた、日本やった。天命を狙いに行く駒野、突破してきた駒野、エルシュートコンダー来た、日本2点目。いやいやいや、逆サイド清武、A 代表デビュー清武が中に入れた、待って、さあ日本縦に1本、オフサイドはありません。さあ柿谷決まった、日本先制。原口圭樹抜けた、前が開いた、原口シュート、決まった、柿谷だ、日本決めた。さらにここはオフサイドありません、倉田、さあ前が空いている、シュート、追いついた日本、山口蛍代表初ゴールは日韓戦同点ゴールです。韓国のチャンスになる、中に入ってくる、フリーになっている、ファンインボム左足、先制ゴール、韓国ファンインボム、ついに日本コーナーキック、ファーサイドはアウト、ヘディング決まった、遠藤です、6番の遠藤決めました。違う選手を見てるという、そして、はい、ボールを奪いに行きます、6番の遠藤です。そしてボールを奪って大迫、どうするか、後ろからの仕上がり待ちながら、はい、ここでためを作って9番の鎌田が中にカットインしていく、南野が入ってくる、鎌田どうするか、鎌田シュート打った、決まった、日本2点目、鎌田が見事その個人技で韓国代表のゴールをこじ開けました。スルー、さあもう一度藤田、遠いサイド、相馬ヘッド、決まった、相馬だ、またしても相馬だ、日本先制、大きな先制ゴールはここ名古屋グランパス。右小池も上がってきた、さらに開いている宮市、藤田が受けて小池が前に行く、
西村から小池だ、折り返して決まった。最後は町の鮮やかな日本の3点目。美しい空振、韓国を圧倒する日本の3点目。町野も今大会3ゴール、そしてこの2